こんにちは、渡辺です。今日はですね、分け目をなくす乾かし方についてご紹介します。分け目がね、ぱっくり分かれてるとちょっとね、薄く見えたりとか、ぺちゃんとしちゃってバランスが悪かったり、スタイリングが決まらなかったりって結構しますよね。今回は分け目をつけないやり方は3つあって、まずは乾かすタイミング、2つ目はドライヤーの使い方、3つ目は朝起きてからの対策。この3つがポイントになりますのでご紹介していきたいと思います。じゃあまず1つ目の乾かすタイミングなんですけれども、結構ね、皆さんやりがちなのがお風呂上がりってタオルターバンして化粧水だったりとかね、スキンケアやられてる方が結構多いかなと思います。そのままついつい時間が過ぎちゃって慌てて乾かしてしまう。そうなると分け目の根元が潰れる。潰れちゃった根元っていうのは、どんだけドライヤーを頑張ったとしてももう元には戻らないです。なので分け目が気になる方に関してはタオルターバンはできるだけやめていただいて、お風呂上がりに5分以内で乾かす、これがポイントになります。付け加えて、しばらくタオルターバンをしていると頭皮の匂いの原因になりますので、できるだけタオルターバンは避けてください。次に2つ目のドライヤーの使い方です。できればね、ブラシだったりとか櫛を使うのではなくて手ぐしでやってください。乾かし方の1つ目は、いつもの分け目と違うところにしてから乾かす。2つ目が頭を少し下げながら乾かす。3つ目が前の方向に向かってドライヤーを当てて乾かす。4つ目が、これめちゃくちゃ重要なんですけど、しっかりと乾かす。この4つがポイントになります。じゃあ最後にね、朝起きてからの対策。これはね、夜はできてても朝起きた時にね、またパックリしてるっていう可能性もあるので、その時の直し方、もう一番は髪の毛を濡らす。もうこれは絶対ポイントです。この時に大体の方ってね、水で濡らす方が結構多いんですけど、水で濡らすと少しね、髪の毛が硬くなっちゃって、しっかり濡らしたとしてもちょっと分け目が残りやすかったりもします。なのでできればお湯、こういったねスプレーヤーに、まあ、お湯を入れてしっかりと濡らす。で乾かしてあげると分け目がね、ふわっとして髪の毛の質感もちょっと変わってくるので、できればお湯を使うようにしてください。時間がない方もいらっしゃるかなと思うので、もうそういう方に関してはね、ちょっとテクニックが必要なんですけれども、櫛のこの点の部分でジグザグに分け目を、これだけでも全然いいかなと思いますので、まあ、この2つを朝起きた時の対策として覚えておいてください。では実践していきたいと思います。まずはね、分け目をつけないドライヤーの乾かし方なんですけど、普段ね、じゃあここで分けたいってなった時に、この濡れてる状態でね、この状態で乾かしてる方が結構多いかなと思うので、まずは分けたい場所と別のところで分けてから乾かす。これがポイントになります。なのでこの辺で最終的には収まりたいと思ったら、ちょっと横に、例えばこの辺ぐらいで分け目をつけて、ここで一度乾かします。で、乾かすときなんですけど、できれば手で根元をこするように優しく、こうこすってるとこうボリュームがアップしてくるの分かりますかね。このままドライヤーを当てていくと、このまま重力の関係でペタッとしてしまうんですけど、こすることによって少しね、根元に立ち上がりが出てきます。なのでこういう風な感じで乾かすのがベストなんでやっていきます。で、こちら側がしっかりと乾いたら、次また分け目を反対側、ちょっと乾いてない方ですね、こっちで分けて、さっきと同じように乾かしていきます。で、こんな感じでね、分け目を戻すとパックリ分け目じゃなくなってくれます。次にドライヤーの当て方なんですけれども、上からこうドライヤーを当ててしまうと重力の関係上ペタッとしてしまうので、なるべくちょっとね、これ今お人形さん下に向けてるんですけど、顔を下に向けてドライヤーを当ててあげると、なるべく後ろから前に向かって当ててあげる。こうすることによってね、根元に風が入るので、当たったところが全体的にね、根元が立ち上がりやすくなります。なのでボリュームアップした状態で乾かしていけるので、なるべく下を向いてドライヤーを後ろから前に向かって乾かすようにしてください。最後のね、しっかりと乾かすって感じなんですけど、大体の方ってね、ちょっと触った時に湿ってる状態、大体8割ぐらいでしか乾かしてない方が多いです。なるべく触った状態でも、もう完全に乾いてるなっていう状態まで持っていくと、髪の毛のボリュームっていうのはキープできるので、しっかりと乾かすようにしてください。で、朝起きた
時のね髪の毛を濡らして乾かす方法も今みたいな感じにやっていただければいいかなと思います。なるべくさっきも言ったように水ではなくてお湯を使うようにしてください。時間がない方に関してはねこのテールを使ってくださいっていうこともお伝えしました。これのやり方なんですけれども、テールを持って分かれてるところの一番端っこからテールを寝かし気味でもなくて少し立て気味、頭皮に対して少し立てた状態ですね。でこのまま頭皮を少しかくような感じでジグザグ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 ってやる。でこのまま上に持ってきて分けてあげる。そうすることによってね分け目がジグザグになってるのが分かりますかね。こうすることによって分け目が少しボケてボリュームアップもしてくれますので、この方法もぜひ覚えてみてください。はい、というわけで今日はね分け目をなくす方法についてご紹介させていただきました。皆さんねやられてることだったりとかね知ってることもあったかなと思うんですけれども、今のねことをしっかりと覚えて実践していただけたら分け目のパックリ感は少し軽減されてボリュームアップヘアになりますので、ぜひしっかりと覚えてやってみてください。今日もね、最後までご視聴いただいてありがとうございました。今後もね、皆さんが綺麗で可愛くなれるような動画を作っていきますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。